この企画展では西行をはじめとする平安時代の人がどんなものを食べていたのかなど、食をテーマにした文学作品や絵巻などおよそ40点が展示されています。そのうち平安時代の祭事で出されたご馳走を表現した模型からは、伊勢志摩で採れた豊かな魚介類やフルーツ、デザートなど恵まれた食文化のほか、銀の食器を使っていたこともわかります。また宮中の料理などについて記された日本最古の料理書も展示されていて、食事の献立や盛り付け方、料理法まで細かく紹介されています。常設展示室の方でご紹介をしている西王の食事の復元模型を、特に詳しくご覧いただけるような形でご紹介をしておりますので、ぜひこの機会にご覧いただければと思っております。この企画展は西宮歴史博物館で9月1日まで開かれています。